読売テレビ放送、読売テレビ放送株式会社、読売テレビ放送、a 賞、読売テラカスティングコーポレーションは、近畿広域圏を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関っぱなし事業者である。通称は、読売テレビ、略称は、YouTube、日本テレビ系列、NNNNNS のキ記局。 コールサインは、ジョックス DTV、大阪 14CH。リモコンキー ID は、日本テレビ系列で唯一、アナログ親局 10CH から、10。キャッチフレーズは、ゴーゴー、ハッピネスと、ゴーゴー、10CH。出店企業、団体は、当時の名称。出店読売テレビ放送では、会社の歴史をまとめた、本。 書籍として以下の3冊を発行している2016年7月時点。日本テレビ放送網以下、日本テレビは1953年、東京での開局に先立ち、大阪にも放送免許の申請を電波管理委員会に提出した。しかし、当時の大阪地区の割当電波は2波しかなく、NHK 大阪放送局と大阪テレビ放送、オットーブ、ゲン、 朝日放送テレビの2局に免許が与えられ、日本テレビ、大阪放送局の免許は却下された。却下の理由は、日本テレビは東京地区を代表するもので、これが大阪で電波を出すのは越境であるというもの。日本テレビを率いる勝利期松太郎は、大阪のほか札幌、名古屋、福岡にも同局の地域放送局を設立することを電波管理委員会に申請したが、 これも、大阪と同じ理由で却下された。大阪では、その当時に、読売新聞が大阪に進出したばかりで、朝日新聞、毎日新聞などと販売競争で激しく競い合った。大阪テレビ放送は、朝日新聞、毎日新聞と朝日放送、新日本放送、現、毎日っぱなしによって設立されたテレビ局である。ことから、当時の大阪読売新聞社、現、 読売新聞大阪本社社長、武田井光夫は、両紙を相手に部数を伸ばすには、自社系列のテレビ局を持つことが必要と確信し、読売側も、大阪読売新聞社を中心に、関西の財界などの出資によるテレビ局を作ろうと決心。武田井が、北起人代表となって、財界から、北起人集めを行った。放送局の社名は、 新大阪テレビ放送株式会社、新大阪テレビ放送、略称、ノート部、イコールニュー、大阪テレビジョン、ノーテレと呼ばれた都市、1957年2月に、設立の発起人総会を実施。社屋は、大阪市北区岩井町、現、東天間の東本願寺天間別院跡地に、建設された。1956年10月に放送免許の、 申請を郵政大臣に提出した。そして、1957年10月に、準教育局として新大阪テレビ放送に、予備免許が交付、第10チャンネル、ジョックス TV された。1958年2月12日に、創立総会を行い、同年8月1日に社名を、新大阪テレビ放送から、読売テレビ放送株式会社、略称、YTV、愛称、 読売テレビへ変更、同月28日に、オットーブにネットされていた、日本テレビの番組を完全移行させ、形で、近畿地区では2曲目の民放テレビ局として開局した。読売テレビの開局で、これまでオットーブのクロスネット制作のため、近畿地方に流れなかった、日本テレビ番組のスポンサーの不満が解消し、読売新聞の西日本での部数増に大きく、 貢献した。なお、大阪を本社とする民放テレビ局のうち、唯一関西施設の資本が入っておらず、読売新聞グループと野村証券関連会社で資本が構成されている。当社の社記は、読売新聞社のものと同じデザインである。ただし、文字の部分に関しては黒字で、読売、開業、テレビと表記される、読売新聞社は赤字で、 読売と表記。また色合いも読売新聞社の社記は朱色に近い赤色だが、読売テレビの社記はワイン色に近い赤色になっている。初代のロゴ表記には大文字の YTV と斜面の読売テレビの2種類があった。開局30周年の1988年8月からは10マークを導入し、10マークと読売テレビの使用が主となる。 開局50周年記念の一環として、2007年4月から、小文字の略称新ロゴ、YouTube を導入し、NNS 全国ネット向け、関西ローカルを問わずほぼ全ての番組で、表示することになった。ただし、日本テレビから送り出される、NNN の各種ニュース番組及び CS 放送、日テレニュース24の取材クレジット表示は、読売、読売テレビとしている。 ローカル放送と一部全国ネット番組では、ペットキャラクター、1996年から2000年は、アイニー君、その後2007年3月まで、テレビアンをクレジットに併記していた。クレジット表示は、アイニー君の場合は、制作、著作、左にアイニー君のイラスト読み売りテレビ、テレビアンの場合は、制作、著作読み売りテレビ、その右にテレビアンのイラストだ。 開局から2007年3月まで自社制作番組のクレジットは関西ローカル全国ネットを問わずにひらがな表記の愛称読売テレビと表記していたただし番組等以外の事業に関しては読売テレビあるいは読売テレビと表記されていた日ネット局側がロゴ出しをした場合の例外あり実例として1990年代後半に広島テレビが 阪神 VS 広島戦を実況を差し替えて、中継した際に制作、著作ロゴを HTV 側で送り出したため、制作著作広島テレビ、読売テレビと漢字で表記され、ケースがあったが、ひらがなで、広島テレビ、読売テレビと表記した場合もあり、一貫性がなかった。また、過去には、山口放送制作の、豊富読売マラソンでもネット局のロール表示際に、 漢字ロゴが使われたケースもあった。青森放送 RAB が制作、中継し、本局も制作協力する青森県民駅伝競争大会、毎年9月開催のエンドロールでは、読売テレビあるいは、読売テレビと表記している。見解としては、番組関連の表記は、読売テレビ。事業関連や、一般的な表記としては、読売、読売テレビ。 そして事務的な場合など正式な企業名を表記する必要性がある場合に限り読読売テレビ放送と使い分けていたようである。車掌バッジについては開局から1982年までは楕円の中に YTV ロゴを入れたものが用いられたが開局25周年の1983年からは長方形の中に Y と O を 幾何学的にあしらったものに変された。テレビカメラなど一部の放送機材や一部の送信書でも読売、読売テレビと表記している。現在は放送機材にも現行のロゴを使用している。また、現社屋玄関前に2002年に建立され、現在は新社屋8階の白テレース、白テラスにある江戸川湖南像の台座に記された読売テレビロゴは、 2007年4月以降も修正されずそのままである。新ロゴマークは黄色の YouTube の右上にチャンネル数10点を表すオレンジ色の点、点ボールをデザインしており、となる。なお、2008年は同年8月28日の開局満50年を記念して1年間限定でと表記した。また、2013年も、 開局55周年を記念して1年間限定で55のオレンジボールも用いられていた。これを機に段階的に読売テレビロゴと10マークが廃止された。長年使用していた影響からか読売ロゴ廃止後も読売テレビの記述が見られる。なお、YouTube の小文字での表記はロゴマークや読売テレビ社内で使用されているだけであって大文字の YTV でもなんら問題ない。 2007年4月からは、地上デジタル放送において、画面右上にウォーターマークとして、YouTube ロゴの表示を行うようになった、提供クレジット時は除く、ワンセグでは、非表示があまり透過していないため、少し目立ってしまう。なお、この表示は、キー局の日本テレビをはじめ、広島テレビ、福岡放送などでも実施している。2008年4月以降、 番組関連での制作クレジット、番組宣伝ポスター、社名、マークとしては YouTube を用い、社名を表示するときには、読売、読売テレビもしくは、読売、読売テレビ放送を使用するようにしている。今後も、各種メディア等によっては、読売テレビと表記される場合もある。このほか、ニュース記事や新聞記事などの記事タイトルでは、読みテレと表記される場合がある。 2013年に開局55周年を迎えた際、ロゴマークの後ろに笑顔のボールが付け加えられた記念ロゴが使用された。ボールの中に55の数字で笑顔を表し、読売テレビの番組で視聴者に笑顔に届けると意味を込めたものとなっている。2018年4月からは開局60周年を迎えることでセンスに60が入ったロゴマークが起用された。 また、デジタルテレビの一部では2007年3月31日までは、読売テレビと表記されていたが、同年4月1日からは、読売テレビに変更されている。なお、2011年7月25日0時前のアナログ派定派直前の画面の曲名は、読売テレビと表示された。再放送番組に関しては、基本的に、旧ロゴのままだが、 ルパン三世パートイの再放送用素材は、制作会社のトムスエンタテインメント側が、東京ムービー新社表記を現社名に改めたものを作成し、在、作品の著作権が、読売テレビにも残っているためか、読売テレビロゴをユートブロゴに改めた上で表記している。平日は、以下のように早朝から19時まで、生放送の報道。 情報番組を中心にして放送されている。火曜日、未明、月曜日深夜に設けられている日本テレビ制作アニメの遅れネット以外は自社制作番組の再放送や映画、連続ドラマの宣伝や告知番組の放送に当てられている。開始時間も当日の編成により遅れることがある。完全な全国ネットではないが遠くへ行きたいや一部の深夜番組が 日本テレビをはじめとした複数の系列局で放送されている。日曜昼に放送されている。そこまで言って、委員会、NP は関東などを除いた全国24局同時ネットで放送されている。関西では20%超の高視聴率で、選挙率は50%近くを叩き出すことがある。人気番組。日本テレビが番組ネットを打診したが、 初代司会の屋敷高人ら出演者は、関東圏には流すなと拒否、日本テレビでは放送されていないというエピソードを持つ。なお、番組は2016年からは、自社の見逃し配信サービスで、2017年3月26日放送分からは、TVer でも配信されるようになり、全国での視聴が可能となった。ちなみに、中京行為危険の中京テレビとの親交が深く、 全国ネット化に先駆け、情報ライブミヤネ屋を一足早く2007年9月24日からネットした。この際、情報ライブミヤネ屋に東京製作部のスタッフを派遣しており、2009年に始まったローカル番組、愛の修羅原。では、レギュラー番組としては、初めての共同制作を行っていた、現在は、上沼、高田の釘付け。その他、 土曜朝の朝パランを唯一同時ネットしていたが2011年3月末で中京テレビの編成上の都合で打ち切ったが2018年3月から再開された他には2016年4月から広島テレビが同時ネットを開始している在阪純キー局は在京キー局と対立しがちであるが読売テレビは日本テレビや 読売新聞社の意向を受けて設立された放送局という経緯もあり、両局の関係は非常に良好であると言える。また、在販純喫局四局で唯一系列、ネットワークの定裁が開局以来一貫して変わっていない。かつては、お昼のワイドショー、初期、また、午後十一時の日、木曜放送分を放送開始から終了まで制作を担当し、後継番組の EX テレビでも2000年代においてもズームイン。スーパーに当時同局解説委員の辛坊二郎がレギュラー出演したり2009年4月から2010年3月まで放送されたスーパーサプライズ開始当初のタイトルはプライズにおいても前日の午後11時 EX テレビと同様水曜放送分の制作を担当した。 また2007年9月まで放送されていたザワイドでは同局との共同制作を行い、前期は本局発の情報コーナーを設けたり、積極的に関西からリポーターの中継を入れたり、後期には当時同局解説委員の岩田君夫がレギュラー出演していた。本局制作の全国ネット番組どっちの料理賞などに日本テレビのアナウンサーが出演したり、 同じく本局制作の全国ネット番組のウェイクアッププラスや情報、ライブミヤネ屋には日本テレビも協力し、同局の記者や解説委員も多く出演している。ウェイクアッププラスにおいては、東京で出演するゲストを東京、潮止めの日本テレビスタジオに招いて、ね、をつないだり、インタビュー映像に出演する指揮者のコメントを同局で収録する、と、 積極的な交流がなされている、投資討論や立候補予定者の討論など、企画によって、使用止めのスタジオから全編成放送することもある。改編期に放送されている、ダッシュで、一定級行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組ナンバー、1決定戦に、読売テレビから、情報ライブミヤネ屋や,や、秘密の県民賞チームが、ゲスト出演しいる。深夜番組は、 日本テレビと共に同日ネットを行う番組が他局と比べて多い。アニメでは、名探偵、コナンの劇場版制作に日本テレビのスタッフが参加したり、塩止め社屋内にある日テレショップでのグッズ販売も行っている。2009年3月には、日本テレビ55周年、読売テレビ50周年の両局の記念番組として、 ルパン三世 VS 名探偵コナンが放送された。また、近代一少年の事件後は、テレビアニメ版を、読売テレビ、ドラマ版を、日本テレビが制作しており、両番組の放送期間が重複する時期には、相互の告知放送が行われたことがある。なお、読売テレビの東京支社は2009年11月24日に、東京、汐留の、日本テレビタワー、 日本テレビ本社ビル内に移転し、在京キー局の本社内に、在阪準キー局の東京支社が入居する形となった。小西美穂のように報道などで評価され、本局から日本テレビに移籍する社員もいる。自社制作のシ夜ンや番組の多くは、日本テレビにもネットされ、中京広域圏の中京テレビとも番組制作など、特報。エポプレスや、愛の修羅原。等で、 積極的に協力がなされている。一方で他の在反局同様に日本テレビとは異なる番組編成を取る時間帯も少なくなく中には先日のそこまで言って委員会 NP 等のように出演者の猛反対を受けた等の理由で日本テレビには熱されない場合もある。また年3から4回行われる焦点の地方収録誘致にも 消極的な姿勢をとっており、関西地方での同番組の収録は長年行われていない状態が続いている。そして、1980年代後半から1990年代前半、ごろにかけて日本テレビ制作のアニメ作品のネットに消極的な時期があった。日本テレビ系列で平日夕方5時台に放送されたアニメは当初は 同時間帯で放送されていた。しかし1988年10月から当該時間でローカル番組ザマーカンカンの放送が開始されると、同年4月の開始当初は同時ネット金曜17時だった。マジン英雄伝渡るは木曜16時台に移動。後に平日の朝の10時台に放送時間が変更され、次番組も含めて1年間は、 当該時間での放送が続き、その後は平日の早朝5時台に放送時間が変更されると変動が激しかった。さらに魔法のプリンセスミンキーモーも2代目のように放送時間が取れない等の事情により放送回数を飛ばしていきなり最終回にしてしまう等、対応に問題があった。また夕方時間帯で放送時期はアニメ大好き。枠が割り込む時もあった。 この時期に平日早朝に放送されたアニメは他にも、電脳警察サイバーコップ。これは特撮作品だが、ローカルセールスカゴは、この時間帯で放送された、戦え。超ロボット生命体トランスフォーマー V、窓オーグランゾート、機動警察、パトレーバー、魔人英雄伝、渡るに、カラクリ剣豪伝武蔵ロード、新世紀、GPX サイバーフォーミュラ。 魔法のプンセスミンキーモも2代目、ママは小学4年生、ミラクルガールズが挙げられる。それいけ、アンパンマンはこの時期に土曜日や日曜日の早朝に放送時間が変更されている。自社及び日本テレビ制作の深夜アニメは、現在では月曜深夜のマンパ枠の中で放送している、前述の無敵看板娘もこの枠で放送されていた。しかし、 日テレ制作の作品は大幅な遅れネットを生じることがある。企画ネット番組とみなすことが多いとされるキューピー3分クッキングは近畿広域圏では日本テレビ制作のものを読売テレビが放送している。また、独自番宣も日本テレビ制作のものと同一フォーマットのもの放送されることが他局に比べて多い。2016年春においては 全国ネット番組のみならず、自社ローカル番組を含め日テレの部分を YouTube に差し替えたものを放送した。二代目社屋は本局の開局30周年記念事業の一つとして1988年4月に完成した。その後段階的に社内の引っ越しやスタジオ稼働を行い同年8月1日に主張性質、マスターも移転して、 完全に二代目社屋での放送となった。しかし、二代目社屋は、読売テレビが制作する番組、大阪発が増えたために、就労者数がおよそ1800人と多くなり、また、会議室や出演者の控室の不足が目立ち、さらに、空調設備や放送機材の更新が控えており、さらに築30年が経過して老朽化が激しくなった。 そこで2014年8月28日の開局記念日に大阪市中央区の大阪ビジネスパーク地区 OBPA 新しい社屋を建設し移転すると発表移転場所は南西へおよそ400メートルの大阪城の北東側にあるシアターブラバ跡地に移転しそこへ新社屋を建てる敷地面積は12,487平方メートルで2代目社屋の 1> 約1.5倍になる。延べ床面積も、原社奥から25%から40%増えて、4万平方メートルから4万5000平方メートルを想定している。さらに、就労者数が増加しても対応することができるため、各所に分散している関連会社も集約できることになっている。2016年10月に着工し、2019年1月31日に、 竣工した。2019年の読売テレビの開局記念日を過ぎた9月1日に、すべての放送機能が移転して、新社屋からの放送を開始。5月末から収録番組などで、スタジオ機能が稼働開始している。は、アナウンス部長経験者。公式ホームページ上、チーム ITV アナにおいて所属アナウンサーの出身地や青年月日。 血液型などの簡略なプロフィールを記載。ただし森のみは現在はアナウンス部所属でないため、例外、入社順。2015年度までは在阪局で唯一、解説委員を置いていた。2011年7月24日、定波時点。大阪地区のアナログテレビ放送の第 10CH である。すでに開局していたオットーブ、現、朝日放送テレビ。 6CH、すでに設立されていた大関西テレビ放送、現、KTV、8CH。ただし、本局より3ヶ月後に、開局に続く、大阪地区に割り当てられた、民放3.4波目のチャンネルをめぐり、NJB、現、MBS テレビ、近畿教育文化テレビ及び関西教育、文化放送との競り願いになり、タイが硬直した際、ノート部側は、 兵庫県姫路地区の NHK 向けに割り当てられていた第 2CH を大阪地区へ振り向けることを提案。これが通って、当時第 4CH で送信されていた NHK、大阪放送局は第 2CH が割り当てられることになり、大阪地区は民放に2派、空いた第 4CH と第 10CH が準教育局として免許を与えられることになった。しかし、 教育専門局2社の処遇をめぐり、当時郵政大臣であった田中角栄が MBS とノート部にそれぞれ合併するよう示唆したのに対し、ノート部が断固拒否した。ついで教育2社が合併して、MBS テレビとノート部のいずれかと合併することとなり、押し付けあった挙句ノート部はキー局の日本テレビ放送網、東京と同じ第 4CH を断念する代わりに、単独開局の道を選び、 第 10CH を割り当てられた。MBS は、若いチャンネルである第 4CH の獲得を条件に、教育局と合併することを飲んだ。1988年に、開局30周年を記念して YouTube は、10マークを導入した。また、地上デジタル放送における、リモコンキー ID を在反他局同様に、アナログ放送のチャンネル番号を引き継ぎ、10としたことで、 前述の通りアナログオヤ局 10CH の民放で唯一10を採用したわけでなく NNNNNS 系列のみならず4内系列で唯一2桁の番号を採用したつぼねでもある。以下のケーブルテレビでは区域外再放送が行われているが在阪局の中では最も少ない局数に止まっている。これは在阪局で唯一自局の放送対象地域。 近畿広域圏に隣接するすべての地域に位置、系列局が存在するためで各系列局の同意が得られていないことなどが影響している。徳島県では同県唯一の民放である四国放送が同一系列となっているがアナログ放送時代は他の在反広域局と同様に区域外再放送の対象となっていた。これには四国放送は日本テレビ系列だが 非マストバイ局となっており、ネットされていない、日本テレビ系列全国ネット番組が少なくない。ただし2011年4月以降は、NNS マストバイ指定のレギュー番組はすべて、同時ネットされるようになったという事情があった。このため、徳島県内のケーブルテレビ事業者各社は、デジタル放送でも読売テレビの区域外再放送を行うため四国放送、 読売テレとも協議を行ってきたが不調に終わった。読売テレビはデジタル再放送の要望を取り下げる見返りとしてデジアナ変換での再放送を提案し、2015年3月まで12社で再放送が実施された。一方でヒノキについて2012年12月7日、日本テレビ放送網は大阪地方裁判所に対してヒノキが道県北東部松手芸町、 北島町、上板町で行っている読売テレビ再放送の差し止めを求める仮ろの申し立てを行う2013年5月30日に却下。2013年7月23日総務大臣は読売テレビに対し松手芸町、北島町での再放送に同意する要裁定。日木は同社サービスエリアである上板町での再放送を認めなかった部分について 総務大臣裁定の一部取り消しを求める行政訴訟を提起。2017年12月7日に東京高等裁判所は総務大臣裁定の一部を無効とし、上板町においても再放送を認める判決を行った。2018年9月6日、最高裁判所は本件を上告審として受理しないことを決定、東京高裁判決が確定した。日の木は、 同社のサービスエリア全体で、読売テレビのデジタル放送同時再放送を行っている。その他、MBS テレビ、朝日放送テレビを区域外再放送している、福井県では、同一系列の福井放送、ただし日本テレビ系列メインのテレビ朝日系列とのクロスネットがあるため、本局の区域外再放送は行われていない一方、三重県伊賀地方では、 大阪方面への流動が多い事情から、在反広域民法4局の区域外災放送が行われている。香川県と岡山県での区域外災放送は2011年7月24日に終了した。出展。株式会社放送事業者楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。